どういうもの。でも私はそういう作品を作ることはすごく好きでしたし、なんかその毎回毎回テーマも違ったり、もちろん楽曲も違うし、求められることも違うから、乃木坂の活動の中でもそのミュージックビデオ撮影っていうのは特にこう思い出に残る、ものなのかなって思ってて、大変だったり、寒いところも行ったし、水にも入ったり、ダンスでも苦戦もいっぱいしたし、でも結構、楽しいだけじゃなくて、やっぱりそういう大変なものもつきものだから、でもそれも今となってはすごいいい思い出、後になってからこうだったなって思い返して話せるので、なんかどれもすごい私にとっては素敵な思い出になってます。今もまだにじむ空にあなたとの